揚水発電、用水発電、用水発電は、夜間、休日昼間などの需要の少ない時間帯に、電力系統の電力、周波数、電圧、力率の調整のため、他の発電所の余剰電力で、下部貯水池、価値から、上部貯水、上池ダムへ水を組み上げておき、平日昼間、夕方電灯店当時などの需要が増加するときに、上池ダムから、 死体系水を導き落とすことで発電する水力、発電方式である。数分以内に用水、発電の切り替えができるため、大規模電源脱落、需要の予測以上の増加に備えた、予備力、大規模停電時の電力系統復旧用の初期電源として重要である。また、原子力発電、大規模気力発電、流れ込み水力発電所、地熱発電、太陽光発電、 風力発電など調整力の小さい電源の占める割合の大きな需要の少ない時間帯に即応性の調整力として利用されている。溶水発電の役割は大容量電力貯蔵である。電力需要、供給の平準化を狙う蓄電を目的したダムの水を用いて電力を一エネルギーとして蓄える巨大な蓄電池、あるいは蓄電所というべきものである。 電力需要は、夏季の昼間の冷房需要、冬季の夕方の電灯、点灯と暖房の同時使用などの時に最高となり、深夜に最低となる。そのため、高負荷時は電力供給力、低負荷時は調整力が問題となる。また、太陽光発電所など再生可能エネルギーの割合の高い休日ピルマの調整力が特に問題となっている。揚水式発電は、 発電で電力供給力、用水で調整力供給するため、深夜、休日ピルマに用水、夏季の昼間、冬季の夕方に発電する。用水発電は世界的にも行われているが、電力系統が他国から独立し、電力需要のピークとオフピークの差が大きい日本で特に普及した蓄電方法である。アンシュラリンサービスは、 電力系統の電力需要と発電量を一致させ、電力、周波数、電圧、力率を調整するともに、供給信頼度を確保することである。ボイラーを使用する火力発電や原子炉を使用する原子力発電では、電力需要に応じた出力調整が難しい。かつては火力発電屋を常時稼働させ、昼夜の電力調整を水力発電で補う。 ヒモンドと呼ばれる力構成が用いられたこともあった。しかし、産業の発展とともに、水力発電だけでは補いきれなくなった。電力の安定供給のため、停止していても数分以内に、最大電力供給できる出力調整が容易なせで、ある、溶水式発電が導入された。一般的に電気は一日の昼間に多く消費され、夜間は需要が小さくなるため、 ピークとオフピークには大きな差ができる。しかし、電力エネルギーは発電と消費がほぼ同時であり、貯蔵しておくことが CE エネルギーである。そのため、電力会社は仮にピークの時間がわずかであっても、そのピークに対応できる発電設備を保有しなくてはならない。それゆえピークに備えた電力設備は大部分の時間で利用されないため、設備利用率は一般的に低く、 設備投資の削減の観点からも、ピークとオフの差は小さいことが望ましい。設備利用率が特に悪化する夜間に、既存発電設備の発電する電力で水を組み上げ、需要がピークとなる昼間に発電を行うことで、ピークとオフピークの差を埋めることができ、設備利用率の全体的な向上が図れる。2014年11月、経済産業省は、 同省が実施した集計により、2013年度の揚水発電所設備利用率が全国でわずか3%にしか達していないことが判明したと発表した。日本国内に40カ所以上、総出力に600万キロワットと世界最大規模の施設がありながら100%フル稼働で運転したと仮定した。 際の発電量と実発電量を比較したところ、設備利用率がわずか3%で、2010年以降の利用率はほぼ横ばいのままほとんど変化していないことが分かった。この3%という値は、アメリカやドイツの利用率10%と比較すると、非常に低い値である。これは、日本の用水発電所が総出力においては、世界最大規模ではあるものの、 ここの貯水量に関しては、欧米のそれに比べ、小規模であるため、設備利用率において、欧米レベルの運用を実施すること物理的に、不可能なためである。100%の揚水電力に対して、予測効率及び、変換効率は70%程度、総合効率は25%程度になる。フォーミュラ1、混合揚水発電は、 流域面積が広く年間流量の多い貯水池を上池に持っているもので揚水運転をしなくても自然流量だけでもそれなりに発電できるものである。多くの場合は貯水池式水力発電へ揚水発電機を追加したような形で放水機には自然流量だけを使い渇水機には揚水運転を併用することで年間を通じてピーク発電に対応するものである。 基本的には自然流量を使う貯水池式発電であるため20万から40万キロワット程度の出力で設計される。純用水発電は流域面積が非常に狭く年間流量がほとんどない貯水池を上池に持っているもの。発電運転を行うためには用水運転が必須となる。 短時間のピーク調整に特化するために落差と使用水量を非常に大きく確保してあるので出力は発電所全体で最大100万から200万キロワットと非常に大きい。しかし6から10時間の発電運転で上池の水は底をついてしまう。貯水池を小さくするため紅用ほど化が進められている。別知式は同じ用水発電所において 発電機と発電用水車とで構成する、発電専用機とは別に、電動機とポンプとで構成する用水専用機を配置したもの。建設費用が高く、現在はほとんど用いられていない。タンデム式は、発電機としても、用水機としても運転できる一台の発電電動機を、軸を同じくして発電用水車と用水ポンプとで共有するもの。 ヨーロッパで発展した方式で発電時、溶水時とで発電用水車、溶水ポンプとを使い分けるので総合的に効率が良く早期より高落さにも対応できていた。2004年に着工したオーストリアのコップス、通用水発電所はポンプで汲み上げた水の一部を発電用水車に供給することで 発電側プラス100%から溶水側マイナス100%までの出力調整を行っている。化逆式は発電電動機と発電溶水車としてもポンプとしても利用できるポンプ水車とで構成したもの。ポンプ水車としてはフランシス型ポンプ水車が広く採用されているほか、一部の低落差溶水発電所ではデリア型ポンプ水車も利用されている。 アメリカ合衆国で発展した方式で、日本でも多く採用されている。もともと別知式、タンデム式に比べ建設費用が安価であったポンプ水車は、改良を重ね効率が向上し、さらに高落差にも対応し、現在の主流となっている。溶水機の多くは3相同期電動機が扱われる。組み上げ時に電動機を停止状態から動期速度まで回転させるために、 以下のような指導装置が必要であり、仮に停止状態で給電すれば、溶水機のコイルが熱する恐れがある。溶水発電所では、各溶水機ごとに異なった指導方式を採用する場合もある。全方式に共通なのは、溶水運転開始時に水車が水中にある状態では、非常に大きな指導トルクが必要となり、容易には指導できない。このため、指導時には、 ガイドベーンを全閉にして圧縮空気を注入し、水車を空気中で定格回転数にした後にガイドベーンを開放して溶水運転を開始している。反電圧起動方式は専用の段度機による結線の組み替えなどにより、系統から受電した電圧を半減させ、その電力で溶水機を電動機として加速させて始動する方式。技術的には簡易なため、 昭和30から40年代前半あたりでは、用いられていたが、系統に与える影響が大きいので、電圧変動に対する要求が厳しくなったそれ、以降では、新規には用いられなくなった。同期始動方式は、電動機に指導用発電機を電気的に接続し、発電機を停止状態から徐々に回転させていくことで電動機に低周波の交流電力を供給し、指導する方式。 その後は発電機の回転数を上昇させ電動機を同期速度に達するまで牽引する。電動機が電力系統への並列を完了した後、発電機は切り離される。電動機の並列までは発電機、電動機ともに電力系統からは独立しているので、電力系統に及ぼす影響が少ないのが特徴であるが起動時電動機とは別に、 同クラスの発電機を必要とする制約がある。このため、複数台用水発電機がある発電所では、コスト削減の面から、ポニーモーター始動方式と同期起動方式とをコンビにして、ポニーモーター始動方式の用水発電機で同期始動させる方式を採しているところもある。ポニーモーター始動方式は、電動機を、軸を、同じくして設けられた、手動用電動機、 ポニーモーターによって指導する方式。並列時の電力系統への影響は少なく別の発電機も必要ないが、ポニーモーターの電源は電力系統から受電する必要があり結構大きい。電力が必要なため、通常の受電設備よりも増強された設備が必要になる。サイリスタ指導方式は、サイリスタ周波数変換器、VVVF インバータによって、 低周波の交流電力を電動機の電気紙に供給して始動、その後は徐々に周波数を上昇させ、定格速度まで加速する方式。可変速用水発電は、ポンプ水車を可変速発電電動機で駆動し、用水時の消費電力を可変とするものである。原子力発電、大規模石炭気力発電などの割合の増加。 昼間と夜間の消費電力の差の増大などで夜間の調整能力の余裕が少なくなっている。回転数、用ほど落差ポンプ水車の3要素で用水に必要な電力が決まるため回転数が一定の同期機である従来の用水機は起動した際の急激な系統負荷の変動が問題となってきた。また最近では 再生可能エネルギーの急速な導入に伴い春や秋など経負荷時の支柱に好転による太陽光発電の出力増が重なると電力の供給過剰が発生することがあるが通常の溶水発電機、低速機は太陽光発電による余剰電力は吸収できても出力変動までは吸収しきれない欠点があった。時の出力調整力として変速水機は コンバインドサイクル発電などと比較して、出力変化速度が大きく、調整可能幅も大きい。火力発電の調整力供給用稼働を減らし、燃料費の低減が可能となる。また、溶水時の消費電力が随時調整可能であり、変動する太陽光発電の余剰電力の吸収にも適している。 その他に可変速用水機の利点としては、ポンプ水車の効率が最高となる回転数が発電運転時と用水運転時で異なるので、運転時の損失を少なくすることができる。一般的な同機器は直流0時の回転子で固定回転数、固定周波数であるが、可変速機はインバータ、コンバータもしくはサイクロコンバータにより低い周波数の 交流を得て3昭巻線の回転子を例示し、可変回転数、固定周波数を実現している。1981年に、日立製作所と関西電力が共同で開発を、はじめ、1987年に、西電発電所で実証プラントを建設して、世界で初めて実用化し、その後、大河内発電所向けに、世界最大の容量の発電機を設置している。 1892年、スイスのチューリッヒに、発電機と発電用水車からなる、水車発電機と、電動機と、ポンプからなる用水機を別々に配置した、別地式世界初の用水発電所レターン発電所が、完成した。1910年代、発電機と電動機を可逆と試験用する、発電電動機に、発電用水車とポンプを組み合わせたタンデム式が、開発され、 イタリアのビボン発電所に採用された。1931年、イタリアラゴ・バイトン発電所及びドイツ・ボールドニー発電所に発電用水車とポンプを兼用するポンプ水車を導入した。その後はポンプ水車の高効率化が進み、用水機は大容量化への道を歩むことになる。日本初の用水発電所は1934年4月に完成した長野県。 野尻湖のほとりにある池尻川発電所である。その1ヶ月後、富山県で1931年に完成している、季節の普通水力発電所、小口川第三発電所に用水ポンプが追加別致され、揚水発電所として運転開始した。以下は日本に建設された揚水発電所の一覧である。以下に示すのは、一般的な用水機の起動過程である。 ここでは参照動機発電電動機とポンプ水車で構成される化逆式溶水機を一例とする。海水溶水発電は海を下池とみなした溶水発電。下池のためのダム建設が省略できるので建設コストを大幅削減でき開発可能地点も広がるが海水を利用するため水車や水圧管路には優れた耐食性が要求される。 また、海水生,生物や海水を地上に上げることによる環境影響等も考慮しなければならない。電源開発が建設した沖縄やんばる海水用水発電所で実証試験が行われていたが2016年7月19日付で廃止された。水力発電所がない上に他の電力会社との連携が不可能な沖縄電力では貴重な調整力として活用されていた。 スプリッタランナは、東芝と東京電力が共同で研究、開発した、新しいフランシス型ポンプ水車ランナである。従来のフランシス型ポンプ水車ランナは羽ランナ米円の長さが一様であったのに対し、スプリッタランナでは長い羽超翼と短い羽単翼とが交互に配置されているのが特徴である。最新の流体力学による再設計と合わせて、 効率の向上と振動、騒音の低減を実現した。スプリッタランナーはまず、東京電力あずみ発電所4号機で採用された。同発電所では、従来、長さが一様で6枚羽根のフランシス型ポンプ水車を採用していたが、修理工事に伴い、超翼4枚、単翼,翼,翼4枚、合計8枚の羽根を持つスプリッタランナーに更新された。その後は、 同発電所3号機が同ランナーへと更新。そして2005年12月に営業運転が開始された東京電力管の発電所では超高落差での使用に対応した超翼5枚、単翼5枚、合計10枚の羽を持つスプリッタランナーが採用されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。